こんにちは、クレイです。梅雨が明けて夏が来たので、皆さんこれから T シャツを探される方が多いのではないかと思います。白い T シャツ、私もすごく好きでよく着るんですけど、本当にたくさん種類があるので、どれを選ぼうかなって悩むこともあると思うので、今日は4つのブランドの白い T シャツ、白の無地の T シャツを実際に着比べてご紹介していこうと思います。ではまず私自身のスペックなんですけど、身長が163センチで、体重はちょっと非公開です。で、骨格診断っていうのをしたことはないんですけど、自己診断では一応ストレートです。多分 おそらくストレートだと思います。基本的に SM っていうサイズがあったら M サイズを選んだり、1、2だったら2を選ぶ、1、2、3だったら2を選ぶっていう感じの体型になってます。まあ華奢の方ではないんですけど、まあ、特に肩幅が割としっかりある、あんまり華奢ではない体型です。はい、そんな私が今回は着比べていこうと思います。実際にまあ私と似たような体型の方とかがどれが綺麗に見えるかなっていうのも、よかったら参考にしてみていただけると嬉しいです。はい、では早速着替えていきます。はい、ではまず一つ目はオルウェルのドロップショルダー T シャツです。こちらは、サイズが SM 展開で、私は M サイズを着ております。今回はまあ分かりやすいように、基本的に自分の体に合ったサイズで着ていきたいと思います。はい、こちらは M サイズです。いかがでしょうか。こちらはドロップショルダーになっていて、ここの肩の切り替えがないデザインのものになってます。こんな感じで、かなりここの身幅とかもゆったりしていて、とっても着やすいなっていう印象です。で、私今回この T シャツを初めて着たんですけど、めちゃくちゃいい結構もう着た瞬間に割と気に入ってしまいました。こちらは素材がとってもサラッとした滑らかなコットンの生地を使っています。で、とっても薄手なんですね。なので着心地もすごくいいです。涼しいですし、この着た時にサラッとした感じも、多分汗をかいたりとかしても不快感とかもあんまりなく着れるんじゃないかなというような印象です。そして、ここの脇のところも結構空いてるので、なんかここからも風が通ってすごく涼しいなっていう感じです。ここが空いてる分、ちょっとインナー気を使う場面があるかもしれないので、そこはちょっと好みがあるかなという感じですね。で、やっぱり私は一番ここの肩幅っていうのが割としっかりあるので、ここの感じってすごい気になるんですけど、これはドロップショルダーで、ここの肩の切り替えがないので、どんな方でも意外と着やすいんじゃないかなと思いました。やっぱ肩幅が結構しっかりある人だと、例えばこういう肩のラインがないものとかでも、生地が少し厚手のものとか張りがあるものだと、ここがこう張るというか、ここの肩のこのラインがより強調されてしまう、肩がこうしっかり見えてしまうっていうパターンもあると思うんですけど、これは素材が柔らかいので、こう自然と自分の肩に馴染んでくれて、なんかすごい綺麗な感じかなと思いました。はい、いかがでしょうか。こんな感じです。はい、ではまず一つ目はこちらのオルウェルのドロップショルダー T シャツでした。はい、では2着目はジジピのクルーネックリラックスフィット T シャツです。こちらはフリーサイズです。こちらもうさっきのと全然印象違うと思うんですけど、こちらは結構オーバーサイズ気味のゆったりとした感じの、本当リラックスフィットっていうくらいのオーバーサイズでゆったりとした感じのシルエットになってます。で、肩もここに切り替わるんですけど、がっつり下に落ちているような感じのデザインです。はい、いかがでしょうか。私さっきのやつとこっちだと、やっぱこっちちょっと似合ってないなっていうのは自分でも思っちゃうんですけど、まず多分骨格ストレートさんはやっぱこういうオーバーサイズが少し苦手です。もう私もこういうオーバーサイズの T シャツちょっと苦手なんですけど、ちょっとガタイがよく見えちゃうかなと思います。私は自称ストレートで、さらに肩幅も割とある方なので、よりこのここら辺のがっちり感が出ちゃうっていうところが
まあ、私の体型には少し合ってないかなと思います、はい、なんですけど、まあ、こちらは素材感としてもうとっても伸びやかで、まあ、本当にすごい気持ちがいいです。着やすいで、まあ、このリラックスっていう感じのこの着心地なので、ピタッとしたのが嫌いな方とかはすごく着やすいんじゃないかなと思います。本当私には似合ってないんですけど、似合う方が着るとすごくいいと思いますね。前はこんな感じで、後ろはこんなですね、はい、では2着目はジチピのクルーネックリラックスフィット T シャツでした。はい、では3つ目はトリココムデギャルソンの定番半袖 T シャツです。はい、こちらは SM 展開で M サイズを着用しております。はい、こんな感じで先ほどのものと全く違って、今回はジャストサイズの T シャツです。割とここら辺とかもすっきりしててコンパクトな感じの作りになってます。この T シャツは私もかなり愛用しているくらいお気に入りの T シャツなんですが、やっぱりジャストサイズなので、なんかこう体がこう変に大きく見えるようなこともなく、すごく綺麗に着られるなと思います。私の体型には結構合ってるかなと思って、よく着てるお気に入りの T シャツです。肩のラインも外に落ちることもないですし、まあ、こうがっつり内側に入るような感じもありません。本当にちょうどいい感じの大きさになってます。で、身幅も程よくはゆとりがあって、そんなにこう体のラインをがっつり拾うっていうほどタイトではないんですけど、ここは割とすっきりとした感じになっています。で、袖もそんなにこう短すぎず長すぎずといった感じで、割と腕は出る感じにはなってるんですけど、涼しいデザインです。まあ、夏場はこうやって1枚で着てもいいですし、なんかこうインナーとかでも使えるくらいのサイズ感になっているので、本当活躍する場面がすごく多いかなと思います。特に何かこう目立ったデザインがあるわけでもなくて、本当オーソドックスな感じだと思います。で、首周りは割と詰まり気味です。肩幅とかがまあしっかりある人だと、まあ、首が詰まったデザインのものって少し苦手なんですけど、この詰まり具合とここら辺のすっきり具合のバランスがいいので、まあ、私は割とこれ詰まってても着やすいなと思ってとても愛用しております。前から見るとこんな感じで、横後ろ、はい、本当にシンプルな感じになってます。では3つ目は、トリココムデギャルソンの定番半袖 T シャツでした。はい、では4つ目は鈴木孝之の T シャツです。こちらはサイズが00と01と02という3つのサイズがあって、私は今回一番小さい00を着ております。01だと、まあ、割とこの肩とかもちょっと落ちるような感じだったので、まあ、どちらかというと割とゆったりした感じのサイズ感かと思います。なので私は今回一番小さいサイズを着てます。まあ、ユニセックスでも着れるデザインのものなので、まあ、少し大きめにできているのかなと思います。こちらはデザイン自体はとてもシンプルなものになってます。本当にクルーネックの半袖の、まあ、T シャツですね。肩のラインも下に落ちるような感じではありません。で、まあ、さっきのトリコの T シャツと、まあ、違うとこと言いますと、ここの首周りがさっきのものより少しゆったりしてます。で、あとさらに身幅もさっきのトリコの T シャツよりはゆったりした感じですね。あとさらにこの袖丈も少しさっきのトリコの T シャツより長めです。二の腕出したくない人とか、少しゆったりしたのが好きな方とかにいいんじゃないかなと思いました。まあ、デザインはシンプルで、これもすごい綺麗な感じだなと思います。程よくゆったり感があるので、あんまタイトなのが苦手な方とかにはすごくいいんじゃないかなと思いました。色がこれがちょっと白なんですけど、ヌードっていうカラーになってます。真っ白じゃなくてナチュラルな感じの少し黄みがかったような白になってるので、真っ白が苦手な方とか、まあ、顔写りとかで、まあ、真っ白だとちょっと浮いちゃうっていう方とかにはこの色がいいんじゃないかなと思います。このカラーもすごい絶妙で、鈴木孝之ならではのカラーリングです。綺麗なシルエットではあるんですけど、カチッとしすぎてなくてカジュアルに着られる T シャツだと思います。前から見るとこんな感じで、
まあ、横で実は後ろですね、今回ポイントがあるのが後ろにここに縫い目があって、ここがちょっとワンポイントになってます。ということで最後は鈴木孝幸の T シャツでした。本日は4つのブランドの白い無地の T シャツを着比べてみました。体型によって似合うものも違いますし、いろいろ骨格診断のものとか見てると、まあ、骨格によってその似合う素材とかもあったり、まあ、このネック周りですね、ここが空いてるのが似合う人とか詰まってるのが似合う人とか、その人によって似合うものって全然違うので、まあ、今回は私と似たような感じの体型の方に参考になったらいいなと思います。私は4つのブランドの中で実際に着てるのはトリココムデギャルソンの T シャツです。もうこれは本当に散々いろんな動画でも言ってるんですけど、とっても気に入っていてすごく着やすいので、同じような体型の方も似合いやすいんじゃないかなと思います。はい、本日着用したアイテムは下の概要欄の方にリンクを貼っておりますので、気になるものがあればぜひチェックしてみてください。この他にもいろんな T シャツがあるので、よかったらいろいろとチェックしてみてください。では今日の動画が参考になったなっていう方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。